おい、こっちだ、ナルト。クラマン。そろそろ最後の時が来たようだ。ああ、そうみてえだな。今更ジタバタすんのもなんだしよ。言うことねえよ。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。確かに実際話してみると、カワキは悪いやつじゃなかった。あいつと話したのか？少しな。別に、つまらん世間話さ。それはどうだろうな。あいつには、いたちつ立派な兄貴がいるしな。けどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。ある意味で、兄弟以上さ。考えてみりゃ、お前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。生まれたばかりのお前の中に押し込められた後も、わしの中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。だがな、お前だけは違った。お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。犬死にだけはごめんだからな。文字通りに。犬死にってな。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。お前とは生まれた時から一度だって離れたことねえんだ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。クラマ。お別れだ、ナルト。代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。チッ、そんな目で見るな。そろそろお呼びのようだ。わしはもう行くが、気ぃつけろよ。クラマ、行かないでくれ。